神ムメモおさやかです。次はこの人たちのクエストをやろうと思います。しかし企業ではなさそう。この人たちの企業はもうあるからね。声がね、怖い。スンボイトン。お？ムービー系か。はい。横の檻の事件なんて何パート前でしょうか。うん。オーバーとは何か聞く。興味。我らが存在意義であり、従うべき絶対的意志。ほうほうほう。なるほど。何匹ぐらいだっけ、この人たち。何かあったんだ。お？え？ん？お？ない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 。ちょっとカタカナ多すぎてさ、カタカナ多すぎて。ああはい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 、例のあの人たちね。うん、いいよ。エレベーター。はいはい。構わんよ。さやかが深刻そうな顔をしている。なんか仮面ライダーみたいだよね。仮面ライダーは好きなので、まあ、といってもワンツースリーしか見てないんですけど。ワンツースリーしか見てないってどういうこと？逆に？情報がなくてさまよってるんだけど、クイーンが全然違うとこにいた。で、今なんかこの人と一緒のチームになって、クローボー盾に行かないか誘われてるの。で、選択肢が出てね、イリーナと離れるのが怖いのか尋ねる、インターセプターの出番などにやる気を出せる、どっちがいいの。まあちょっとイリーナさんの前を出してみましょうかね。あーなるほどね。え、どうしよう、ついていくって言ってみようかな。上がるんだ。結局イリーナ注意。おう。ん？あ、絆トークだったんだ。絆トークだったんだ。なんだ、なるほどね。確かに言われてみれば。ちて俺なんなんないけど。あっ、地球人の女が力ずくで虫みたいなやつをイーストゲートへ引っ張っていったぞ。え、なんかなんでこんな、え、私ここ通らなかった。こっち行ってなかったのか、反映してなかったのかな、見えてなかったのかな。もうすっかり夜ですよ。あー、この人たちはこの人たちで怪しい。企業ね、多分グロじゃない、バイアス人だと思うんですよね。で、ねえ、
あれ？ねえ、こんなに狭いのに、うん、ないんだけど。あ、はい、あったあった。これは一体異星人を連れた女が補給前の車を無断で使った。また女性なんですけど、一体どういうことなんですかね。とりあえず報告みたいです。はい、報告に来ました。もう絵面真っ暗なんですけど、もう教えましょう。はい、はい、なんか煙出てるんですけど、あ、車が壊れちゃったのかな。ぶつかった、目の前の岩に。おお、そうでーす。どうしましょうかね。従うか。ハートも上がらなかったしな。まあこの人が死ななければいいか。あら、いらしたのね。はい、叫ばすわ。自由を決める。ワイルドターン、追いましょう。ワイルドビート。あー、余裕ですよ。上出来ですが、瞬殺すぎて何とも言えませんわ。ターゲットは逃がさないと約束する。あー、まあ肯定しとくか。殺し屋集団とか言わないでよ、そういうんじゃないから。これほっとくの。せめてなんかこう隅の方に置いてあげるとかさ。ちょっと一味も二味も足りておりませんけれども。あー、こうなるの。すいません、え、どういうこと、どういうこと、どういうこと、何それ。聞きたいけど。しかもなんか即座に命名したね。ほんとポカーンですよ。いやー、ちょっとなんか価値観が違うので分かりませんけれども、まあ、うん、人それぞれ。いやー、なくてもいいかな。あ、使い果たしてしまったの。
よかったのかな、これで。クエストクリアしちゃったよ。不思議な人たち。疑問しか残らなかった。あのオーバードで倒したことあるんだっけ。あら、一応倒したか。マノン人の宇宙船のさ、反対側行けるようになってたんですね。今一通り会話を済ませてたところで、ここもクエストがもうたんまりありますね。でね、なんかこの機械の前で頭をうならせてる人がいるので、この人に話を聞いてみようと思います。はいはい、結婚相手を決めてくれ。確認しよう。ああ、なんかゴホゴ言ってたね。なるほどね。じゃあまあとりあえず話を聞くとこから始めましょうか。うわあ、2パターンあるんだ。はいはい、家庭的なね。え、待って、今すぐ？ちょっと待って、話ちょっとしてきたかったんだけど、ちょっと待ってくれ。どうしよう、ちょっと待って、ググっていい？わからん、ググったけど分かんなかったんで、まあもう好きなの選んじゃおう。上がこうなんか元気な女の子で、下が家庭的な女の子でしょ。あー、どっちがいいんだろう。なんかどっちもいい子じゃん。元気な女の子だったら自分もなんかこうさ、感化されて元気になって楽しいだろうし、家庭的な女の子だったら、あの何、安心感とかなんかそういうのが得られると思うんですよね。でも私の理想とするのはどっちかっていうと元気よりも家庭的かな。自分が家庭的じゃないんで、ちょっとあんまりちょっと人道から外れた生き方をしてるので。家庭、理想を込めて、私はこのエンネアナスピカルちゃんを支持していきたいと思います。ウィルマさん来たー。あれ、話してなかった。甘えさ、あ、優しく甘えさせてくれそう。いいね、いいね。甘えさせていこう。あ、自分で取ってくんの、えらーい。頼まれるのかと思った、そういうの。オッケーオッケー。私が選ばなかった子の方ですね。そっか、この人か。何の話してたっけな。何の話してたっけな。聞いたんだけど、一応話をしたんだけど忘れちゃったな。あ、ここだったら話してないや。あ、探索の動画しとくんだったな。何やってるの？困ったな。あ、見舞いする材料がなくなっちゃった。はっ！マジか。いや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 、そういうのダメだよ。うん。言っちゃってる。うん、なんで言っちゃったの。うんうん、いや全然構わんよ。で、持ってますよね、そりゃ。はい、どうぞ。よかったね。もう好意的でしょ。そのマイナスなこと言ってどうすんの。うわー、泣ける。うわー、なんか、うわー、すごい。
うん、はい。うわー、ちょっと待って、これ相当ちょっとあれですね、いい話の予感がするわ。なんかこういう風に お互いが思い合ってるって素晴らしいですね。どっちですか？あら、おお、そう、お揃いです。なんかすごいパーリーになってるんだけど相変わらずピザ割るっていう、なんかもうピザしかないのみたいな、地球人そしてピザ目当てにマノンジもやってきていると。この人も結婚したいって言ってた人かな。余り物しかいなくて自分どうしようみたいなよかったね。やっぱ自分の子供のね、結婚式は嬉しいもんすかね。だってこの人？感謝する。はいはい、なるほどね、そういう系か。おめでとう。はい、何ですか？はい、確かに自分の力あってのものだという、うん、優しさの賜物だよ。はい、ウェンディングミートで使う硬い昆布肉、硬いのでいいの？持ってそうだけど、はい、持ってます。しまった、みんなの会話聞けばよかった。うん、ひどい。あ、この人か。デュナを慰める、頼まれてクールすぎるでしょ、慰めよう。いや、残念ながらね、バイアスではないですからね。まあ理想が高ければ高いほどあれとは言いますけれども、まあ多少何かしら妥協が必要なんじゃないですかね。自分だって完璧な人間ではないし、まあ人間ではなしね、あなたそういえば人の幸せを見てちょっと意気消沈しちゃってる。トゥルメインはい、歌なんだ。モリモリ、はーい、勝負を避ける勝負を避けよう、私は歌えませんなぜだ酒が入ってきたらめんどくさい。え、戦うんかい。避けることはできなかったようだなめんどくさい主食だな今から結婚式でしょ、肉食おうっちゅうのに酔うと天に負えない。なるほど、めんどくさい酔っ払いじいさんでした。はい、来ましたよ。もりもりしておりますけれども、いい景色ですね、いいお天気ですよ。こんな日にそんなことしなきゃいけないなんて、引きこもらせてくださいよ。はい、行けまーす。向こう拳なのよ、私たち武器なの。まあ拳が勝てるとは思えばないんですけれども、戦闘開始。そーい、ワイルドターン、ワイルドターン、
容赦ねー。接近戦でリズムを維持した。どうですか？アイドルを維持法。はい。行くわよ。はい。アイドマーット。アイルドピーター。どうかいたします。私もお前一位。とどめだ。とどめじゃなかった。楽勝楽勝。大丈夫まあこっち4人だからね。あ、そうなんだ。まあしょうがないよね。で、自分ができることとできないことってあるし、まあそれをわきまえてね、誰かを守っていければいいんじゃないでしょうか。よっ。あのな。緊張してんの。もう緊張するか。どう、酔いを覚めた？大丈夫？うん。よかった。まあ寂しいけどね。まあ。今何に見える？よし。この人。吹き出し出てるけど、あ、ダメか。では話を聞いてみましょう。なんだこの曲は。はい。決めたの私だしね。家族を守れる強い男になれと祝辞を述べる。説教会。寝窓はそのままでいい。家族を守ろう。ルメデル。あら、あらららららら、微笑ましい。よかったね。よかったね。なんか、かわいいね。そうなんだ。な、めっちゃいいクエストじゃん。久しぶりになんかこう、いい話を見ましたよ。これ、神回ですね。わ、もう一個の方もすんげー気になるね、これ。あの人ツンデレなのかな。ツンツンでもツンデレでもね、いいかもしれないけど。うわ、気になるな。よー。よー。